皆さんこんにちは。国民的女優綾瀬はるかさんが先日インタビューに答えた内容で、恋人の存在を匂わせるようなコメントをして話題となっています。そしてその気になるお相手は、かねてより交際を噂されていた佐藤健さんであるとの声が。また近いうちに結婚報告のサプライズもあるのではないかと言われています。今回はなぜ綾瀬はるかさんのお相手が佐藤健さんとされる理由について調査しましたので、綾瀬はるかさんの持病の噂と合わせてご紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。綾瀬はるかさんが美容師ビストの9月号に登場し、女優業への思いなどについて語っていたのですが、結婚について話す部分がありました。一見自身の結婚観を述べている内容なのですが、よく読むと意味深長な匂わせが隠れているように受け取れたため、さまざまな憶測が芸能記者の間で広がっているそうです。綾瀬はるかさんは結婚について聞かれたら結婚したいとは言いますけどとした上で、焦って何かをするのは違うかな、結婚も通過点などと思いを述べました。さらに一緒にいて楽しいかどうかの方が大切とか、日々楽しく生きていてその延長に結婚があればそれも楽しい選択かなとも語っていました。このインタビューの最大の注目ポイントは、綾瀬はるかさんが恋人がいることを前提としたような話を延々としていることです。相手はいるが、その人と楽しく過ごすことに重点を置いているから入籍は焦っていないと言いたいように読めます。彼氏がいなければ、いい人が見つかればの話ですがなどと断りを入れるはずですが、それがありません。綾瀬はるかさんには報じられたことがない隠密交際を始めているステルス彼氏がおり、それをあえてちらつかせているのではという見方が芸能界では強まっています。ではその気になるステルス彼氏とは一体誰なのでしょうか。そんな中、2018年に放送された大ヒットドラマ義母と娘のブルース、 TBS 系の続編が発表されました。スペシャルドラマ義母と娘のブルースファイナル2024年謹賀新年スペシャルと題して、2024年1月2日21時より TBS 系で放送されます。文字通りこれでドラマは完結するといいます。約5年半という長い月日をかけたドラマの完結に、綾瀬はるかさんや竹野内豊さん、佐藤健さん、上白石萌歌さんらキャスト陣がそれぞれコメントを寄せています。そんな中で業界内ではとある噂が上がっています。このドラマの最終回が放送された後、綾瀬の結婚の発表があるのではないかというのです。しかもお相手は他でもない共演者の佐藤健さんだというから驚きです。実は2人にはかねてから交際報道がありました。2013年の映画共演時に最初の熱愛疑惑が浮上しました。2018年には綾瀬はるかさんの自宅マンションに佐藤健さんが出入りする姿がスクープされ、交際が明るみに出ました。その後もお二人は誕生日やクリスマスなどの特別な日に一緒に過ごしたり、佐藤健さんが綾瀬はるかさんの実家を訪れたりするなど、結婚の準備期間とも言われる交流が続いていました。しかしお二人は事務所を通じて交際を否定し、公の場ではカップルとしての関係を明言していません。そのため現在も彼氏彼女の関係であるかどうかは明確ではありません。綾瀬はるかさんと佐藤健さんの関係については一部報道や目撃情報が存在するものの、公式な発表や確固たる証拠はないのが現状でした。しかし義母と娘のブルースでの共演を機に疑惑が再燃したようです。2021年には義母と娘のブルースの撮影が終わり、一緒に新幹線で東京に帰ってくるところを週刊誌にバッチリ激写されていたのです。そんなことから結婚秒読みなんて報道もあった2人、今回はタイミング的にもバッチリだと言います。綾瀬はるかさんのプライベートな部分についてはファンからの関心が高まっていました。彼女の恋愛事情についての憶測や噂が飛び交う中で、彼女自身がプライベートを守る姿勢を貫いていることも事実です。恋仲になると共演はできなくなります。そのため義母と娘のブルースの完結後に結婚となれば、
誰にも迷惑をかけません。二人にとって同作は大事な作品であったため、結婚をしたくても作品が完結するまで待っていたのでしょう。二人とも仕事にストイックな性格ですからね。2023年現在、綾瀬はるかさんは38歳、佐藤健さんは34歳と年齢的にもお似合いのカップルです。綾瀬はるかさんが所属するホリプロでは、稼ぎ頭の一人石原さとみさんが2020年に結婚し、2022年には第一子を出産して芸能活動を休止しました。その石原さとみさんが来年女優復帰するようなので、事務所的にも綾瀬はるかさんをそろそろ自由にしてあげてもいいと考えているようです。来年早々にビッグカップルが誕生するのでしょうか。そんな綾瀬はるかさんは橋本病という持病を患っているのではと話題になっています。橋本病とは聞き慣れない病名ですが、芸能人にも多いと言われていて、研ナオコさんや藤原紀香さんも橋本病なんて噂もあります。まず橋本病の症状や原因ですが、女性の方がかかりやすい病気だとも言われています。橋本病は甲状腺の病気で、自分の体の細胞に対して起こる甲状腺の自己免疫への異常反応の結果、甲状腺腫が全体的に腫れて硬くなるようです。ですが何年もかかってゆっくりと起こる炎症のため、特に自覚症状もなく気づかないことの方が多く、ひどい場合には手術で摘出することにもなるそうです。その他、橋本病は顔つきにもむくみなどの変化が現れ、体重が増える人が多いとも言われています。しかし綾瀬はるかさんは橋本病だと公表しているわけでもなく、完全にデマだと思われます。橋本病は顔つきにむくみなどが出て太ってしまう人が多いということから、綾瀬はるかさんのようなふっくらした顔やおっとりした雰囲気が橋本病ではとの噂として広がった原因じゃないかと思われます。綾瀬はるかさんは2019年にお父さんを肺がんで亡くしています。闘病生活の時、綾瀬はるかさんはお父さんに寄り添い看病を続けていたようで、本当にお父さんが大好きだったのでしょう。家族を大切にしている綾瀬はるかさんなので、きっと幸せな家庭を築いていくことでしょう。特に佐藤健さんは自身の結婚についての意気込みを公言しており、35歳までに結婚したいという意向を示しています。この事実を考えると、ファンたちは佐藤健さんの恋愛事情に関心を寄せるのも無理はありません。ひょっとして電撃的な結婚発表があるのではないでしょうか。世間もファンもこの電撃的な結婚発表を注視することとなり、いつ結婚発表があるのかと首を長くして待っているのかもしれません。二人の関係性や佐藤健さんの結婚願望についての期待は多くのファンの心を膨らませています。綾瀬はるかさんと佐藤健さんがこれからも共演を重ね、その友情がますます深まることを願いつつ、彼らのこれからの活動から目が離せません。ファンにとって彼らの幸せなニュースが待ち遠しい日々が続くことでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。